ットが必要かどうかっていう問い自体が発せられること自体がいろんなことを示唆しているって思っていて、僕は人間の魅力っていうか、あるいは適応力と言ってもいいですが、それはもう本当に遊びの量にかかってると思ってますね、ちっちゃい頃からの。で、その遊びの量っていうのはやっぱり具体的に役に立つものではない。最初に言って思ったのはさ、現代のダヴィンチがいると思ったからね。で、僕はやっぱアートの役割ってやっぱり人がゼロから何か生み出して、もしかしたら自然の一部を増やすという行為のような気がしてるんですよ。いい形で堅実に社会を作り、人を作る形でお金が使われていたら、日本の文化のありさまは全然変わってたと。